タレントの王林さんが自身がプロデュースしたブランドワイハの発売開始を記念したイベントに出席しました。ところでこのワイハってどういう意味なんでしょう。それがもう一番言いたかったんですけど。ありがとうございます。そう、ワイハっていうのは王林が今使ってるような、はい、津軽弁、青森の訛りの中に津軽弁っていうのが一個あって、津軽弁で使われる言葉なんですよ、はい、でびっくりした時とか、なんかぶつかっちゃった時、こぼした時とか、なんかこうサプライズ受けた時とかにワイハーって青森の人は言うんですね。だからそんな、なんかこうびっくり、みんなにこう、あ、こういうことだったの、すごいってこう刺激を、心に刺激を与えられるようなものをみんなにこういろいろ出していけたらいいなと思ってワイハーにさせてもらって、ローマ字でね、 What is heart って書いてワイハーにしたんですけど、はい、これをね、What is heart でワイハーなんだって思って言ってたら、気づいたらみんな津軽弁言ってるみたいに、ブランドの服も可愛いなぐらいで着てくれていいので、それで気づいたら、あ、青森のだったんだってなってくれたら嬉しいなと思ってワイハーにさせてもらいました。あ、なんだろうな、そういえば最近、実はお誕生日を迎えまして、私。おめでとうございます。ありがとうございます。いつだったんですか？4月8日だったんですね、8。そうなんですね。その時はサプライズがいっぱい、こう、スタッフさんが起こしてくれて、言わなかったですけど、ワイハと思ってました、心の中で。そんな時こそぜひ行ってください。本当ですね。もうディズニーランドにね、当日連れてってくれたりとか。そう、お仕事だと思って行って、着いたらディズニーランドで、そういっぱいサプライズをしてくれて、それが最近のワイハですね。イベントの後半ではくじ引きでトークテーマを決めるコーナーもあったのですが、はい、ちょっとこれ最近言っちゃったな。誕生日が4月ですが、ワイハだったバースデーエピソードありますか？デジャブみたいになっちゃうんですけども。本当ですね、もう一回聞きましょう。いいですか？全然もう一回話してもいいんですけど。もう少しワイハについて熱い思いを伺いました。そうですね、本当リンゴ娘卒業して、グループ卒業してから1年間ぐらいはテレビ活動が中心だったから、あんまイベント系とかがなくて、本当会って今日みたいにお写真撮ったりとかお話ししたりっていうのは結構久しぶりでした。見たことある人も多かったし、でも多分この1年で新たに応援してくれてる人と、あとコロナかぶってて会いに来れなかったけど応援してましたっていう人とかが結構いて、しかも今回アパレルだったから同世代の子たちとかも結構いてくれたので、ね、嬉しかったです。そうですそうです。でおじいちゃんがもう津軽塗りをやめて、まあ、おじいちゃんは引退っていうか、なんか本当に年の時期が来て辞めたんですけど、その継ぐ人もいないし、こうやってどん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 なくなっていくんだっていうのをおじいちゃん辞めた時にすごい感じて、これどうにかしないとっていうのは大学の卒論でも伝統工芸品の販路拡大についてっていうので書かせてもらって、まあ、その塗り、津軽塗りっていうのをそもそもまず知ってほしいなっていう、そのこれから知って、その本当の塗りがされてるものに興味持ってもらえるように入り口になったらいいなと思って、津軽塗りの商品は作りたいなって思ったのと、やっぱそういうおじいちゃんのやったものをちょっと形を変えて、こうやってまたいろんな人に改めて届けられるっていうのがすごい嬉しいなと思ってチャレンジしました。もともとこれ何の商品からだ？これはなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、このくらいの入れ物っていうか、器でしたね。器、器、器っていう表現でいいのかな。箱ですか？あ、そうですね、重箱みたいな。そうそう、みたいなやつでやってて、もうおじいちゃんの独特の柄なんですけど、この柄っていうのが七子塗りをやって、錦塗りかな、これは、うん、っていうものにはなるんですけど、その中でもその柄ってそのやる人によってちょっと違くて、でおじいちゃんがやった作品いろいろ見た中で、他にも大きいテーブルだったりとか、そのお盆とかはあったけど、この柄がこう、私はおじいちゃんの
そのなんだろう、繊細さとかも出てる感じがして好きだったし、なんかファッションにもこういいな、合うなと思ってこれにしました。あ、もうなんか、なんだろう、みんななんかこの青森っていうものにすごい興味を持ってくれて、このまだね、今日発売になったから手元に届いてる人たちなんてごくわずかなのに、すごいこの王林ちゃんのこのアパレルでこれ気になって、あのここ見に行ってきますとか、今日も21歳の女の子が王林ちゃんのこれで、あの青森っていうものが気になって東京出身なのに、あのもう移住することに決めましたって言ってくれる子がいたりとか、この青森っていうものにそこから興味を持ってくれる人がやっぱいると嬉しいなと思ってやったので、それがみんなから直接聞けてよかったです。はい、考えていきたいですね。やっぱ今はこの SS っていうので、こうお祭りの夏にあるねぷた祭りのこの A をプリントした T シャツとか、ちょっとこの津軽塗りの柄シャツも、あのねぷたの時にみんなが着る衣装があって、それっぽいなんかこの形になってたりとか、こう春と夏を意識したアイテムが多かったので、また冬って、秋冬ってなっただけで、いろんなまた新しい青森のこのインスピレーションみたいなのがいっぱいあって、これをやりたいなっていうのがあるから、ちょっとなんかいっぱいいっぱい今後もやっていけたらいいなって思います。もうどうしようかな。やはりそのおじいちゃんの柄の、そうですね、これ、うん、本当は全部って言いたいところですけど、はい、どうしてもその質問に答えるならこれで、まあ、これワンピースも出てるんですけど、それはシャツって言い方がいいですか。はい、柄シャツです、ね、うん、はい、同じ柄のワンピースもある。はい、ワンピースのシルエットとかも結構こだわってはいるけど、やっぱりこの津軽塗りっていうものをこうやって服にこう落とし込むっていうのは今まであまりなかったと思うから、ワンポイントでとかっていうのはあったけど、ワンピースも柄シャツも今回全面に津軽塗りをドーンって持ってきてやらさせてもらったから、この青森愛というものをちょっと伝わってたらいいなって思います。アドバイスか、アドバイスっていうよりはなんか青森の人たちも意外とこのなんだろうな、あ、田舎の人ってこう自分たちのところなんてっていう人が多いじゃないですか。だけど実はすごいここが好きっていうのを持ってる人が多いなって俺は思ってて、でもアパレルやるんだみたいな話はずっとあのファンの人たちにもずっとこの1年間ぐらい言ってて、こう今こんな感じだって言ってる中で、青森の人がこういうのが欲しいんだけどとか、これをなんかファッションにできないのかなとか、そういう声とかは結構もらって、ちょっと参考にさせてもらいながら作ってったって感じで、それこそ津軽塗りの服が欲しいはもうずっとこのやるって言ってからいろんな人から言われてたものだったから、津軽塗りは絶対やりたいなと思って、もう古銀座紙とか津軽塗り伝統工芸品シリーズみたいな感じでそういうのはやっていきたいなと思ってて、で古銀座紙もこの今回このデニムの、あ、すみません急に立っちゃって、大丈夫ですよ、この辺になんかついてるはずなんですよね。あ、あれいる、あ、ワーペン、あ、これ、はい、これが本当にあ、いいですか、はい、なんかスウェットとかのここについてたりとか、なんかあのロゴマークとかはそれこそその古銀座紙をモチーフにしたあのロゴなんですけど、これは本当の古銀座紙なんですよ。本当に手でやってもらってるやつで、このなんだろうな、人が伝統工芸品の温かみって一個一個その人が本当にやってるところにあると思うから、こういうこうなんかあのモチーフにしたものでそれ自体は知ってほしいし、この本当にやってるものもこのデニムとかについてるから、それ見てこうなんだその繊細さとかも知ってほしいなって思ってるから、そう、このこれこういうのはどんどん続けていきたいですね。青森の昔ながらの良さは伝えていきたいです。そうですね、 まずこの織は津軽塗りのワンピースを着ておじいちゃんに会いに行きたいですね。もうおじいちゃんにこのこれ貸してほしいんだけどって言って東京に持って行ったんですよ、そのおじいちゃんの塗ったやつを。
その時になんか貸すのは全然いいんだけど、そのわが作ったのなんてそっとおしゃれなもんさなんねんって言って自信なさげな感じで言ったから、こんなに素敵なものになって、でおじいちゃんがやってたことがこんなに素敵なことなんだよっていうのを改めておじいちゃんにも伝えたいし、感謝しに行きたいです。そう、見せれてないんですよ。会いに行きたいですね、来て、うん、お墓参りとかもあのワンピースとか着て行きたいです。おじいちゃんは今何歳？あ、何歳なんだろう、生きてます。お墓参りしたんで、やっぱ先祖に感謝したい、ね、そう今津軽塗りのアクセサリーのプロデュースもさせてもらってるんですよ。そう、だからね、あの津軽塗りってすっごい生く持つものだから、だから売れなくてどんどん新しい人がやんなくなってるっていうところがあるから、新しい商品がないとダメだって俺は思ってて、今までのも作り続けるけど新たなアイテムで、そのジュエリーっていうところにもう一個俺にちょっと注目してやらさせてもらってるから、長く使えるように、それも代々こう、ね、孫とかの世代まで使えるような、ちょっとこう、どちらかというと形とかはシンプルかもしれないけど、塗りっていうものもしっかり出てる、ゴールドだったりシルバーと組み合わせた高級感あるジュエリーをやっていけたらいいなって思ってます。はい、今回4月22日に私がプロデュースするアパレルブランド What is Heart と書いて Y-HAR をローンチさせていただきました。あのどれも青森が詰まってて、青森愛が詰まってて、まあ、青森が別に好きじゃないよっていう方も、このとてもおしゃれなものになってるので、そこを私のブランドを入り口に青森を好きになってもらえたら嬉しいですし、身長高い人から低い人まで、いろんな男女変わらずいろんな人が着れるものをいろいろね、作らせてもらったので、ぜひ皆さんこの春夏着てくれたら嬉しいです。ワイハよろしくお願いします。